自分の頭で政治を考えるには。関心がねえっていうのはいかにも悪いかのごとき言う人がいっぱいいるけど間違ってると思います。私は失敗を失敗として引きずらないタイプなのかもしれないなと。別のところに何かプラスがあるはずだ。多くの人たちを幸福にすることが一番幸福なんだっていうのは実は真理じゃないかな。ネットで人を助けられるようなアイデアっていうのをこれからやっぱり考えていくことではないかなと。この N 高校の取り組み、とてもこれからの教育に夢を与える、可能性を覚えさせる。